じめまして、大島たくみです。 YouTube を始めました。たくみクロージングチャンネルです。メンズドレスファッションに特化した情報を提供させていただきたいと思っておりますので、ご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。第1回目はネクタイを紹介させていただきます。ゴールデンウィークが終わり、クールビズが始まる会社も多いと思います。なのになぜネクタイなのかと申しますと、純粋に僕がネクタイが大好きだということが一番大きい理由ではあるんですけれども、メンズドレスファッションにおいて重要なアイテムの一つであると考えているからです。男性の首元を飾るアイテムは何世紀も前から存在していたと言われています。それが今のネクタイの形状になるのが1800年の後半から1900年の前半と言われています。ネクタイと一言で言っても様々な柄が存在します。大体大きく分けて6種類あるんですけれども、ドレッシーな順から紹介していきたいと思います。まずはソリッド、無地のネクタイ、ジャカードのネクタイ、織りで柄を表現したネクタイ、次がプリントタイ、こちらはプリントで柄を表現したネクタイで、レジメンタルのネクタイ、ストライプですね、レジメンタルストライプのネクタイ、次がチェックのネクタイ、そして最後がニットタイになります。こちらボーダーなんですけども、いわゆるニット編みのネクタイになります。ドレッシーな順でお伝えしましたが、ネクタイの素材だったり色だったり柄だったり、あとは光沢感だったりで、その順位は大きく変わってきます。個人的にはその光沢感っていうのを重要視してまして、光ってるものはドレッシーですし、そうでないものはカジュアルといったニュアンスで考えております。で、ニットタイをスーツに、チェックスーツだったりコットンスーツだったりっていう少しカジュアルなスーツにすることもありますし、ソリッドタイを、ジーンズにジャケットを羽織ったカジュアルなスタイリングにすることもありますので、あまり固く考えずに、雰囲気で楽しんでいただければと思います。では実際にネクタイを巻いてみたいと思います。今回は、私が普段しているプレーンノット、を紹介いたします。ノットが小さくシャープに見える巻き方ですので、これが一番個人的におすすめの巻き方になります。まず証券側をベルトの上あたり、これぐらいですね、パンツのウエスマンの上あたりに持ってきまして、台肩側を上にしてクロスさせます。でここはできるだけこのクロスした部分はずれないように、台肩を持つ側ではない方の手で押さえます。で一旦ここで一周をさせまして、後ろから前に台肩を持ってきます。この状態です。でここにできたループに台肩を通していきます。であとは台肩をゆっくり形をノットの形を整えながら下に引っ張っていきまして、今度はこの証券を下に引っ張ります。そうするとこのノットがどんどん上に上がっていきますので、首元まで締め上げていきます。こういった形です。であとはシャツの襟を倒しまして、この状態で完成になります。あとはこのノットのディンプル、要はエクボの形ですね、このエクボの形が今私はこの M 型っぽい、 M の字型っぽい雰囲気になってるんですけども、それ以外に S っぽい S 型のもの、あとは W っぽい W 型のものと、ございます。それはもうあとはお好きなようにこのディンプルエクボの入れ方をお好みで作っていただいていいと思います。あとはニュアンスをつけるときは証券側を少し左右に引っ張って、少しこう首元にボリュームが出るように、証券ずらしと言われているこういう見せ方ですね、っていうのもおすすめの一つになります。それでは以上で今回第1回目のネクタイのお話を終了させていただきます。どうもありがとうございました。